横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ9回戦の模様をお送りしてまいります。ベイスターズの先発はルーキーの東、対するカープの先発は右の九里、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。ルーキーの東、これが13試合目の登板。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、先頭バッターは野間。背番号32。第9、投げました。チェンジアップ見送ってストライク。第2球、投げました。危ない球。投げました。ボール。第4球を投げました。4球目、空振り。伸びのあるストレート。追い込んでから投げました。打った、流し打ち。宮崎、ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。ファースト、新井。背番号25。第9、投げた。カーブはボール。第2球、投げた。2球目、ストライク。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。打った、ライト方向へ持っていきましたが、取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは鈴木。第9、投げた。初球スライダー、空振り。ベイスターズ、ここは引っ張りに警戒します。第2球、投げました。ストレートに送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。打ちました。センター落下点。取りました。これで3アウト。東、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。カープ無得点で終了です。右の九里、これが20試合目の登板。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターはバントの名手、石川。第2球、投げました。スライダーはストライク。第3球を投げました。打ちました。1、2塁間へ。アウト。新井、自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番、桑原。投げました。初球空振り、タイミング合いません。さあ、次の投球、まっすぐ見送ってストライク。さあ、2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた。スライダー、空振り三振。桑原、全くタイミングが合いません。第9、見送ってストライク。さあ、次の投球、2球目ストライク。追い込んで投げた。外角低め、カーバー外れてボール。投げた、危ない球。第5球、投げた。低め、スライダーは外れてボール。次が6球目、投げた。打った、レフトへ上がった。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。クリ、今日は上々の立ち上がりです。1回が終了しまして、カープ同じく立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。バッター、3拍子揃った名手、丸。第9、投げました。打ちました。初球打ち、ショート右の当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは西川。第9、投げました。低め、外れてボール。第2球、投げました。完全に外れた、ボール。第3球を投げました。打ちました。右中間へのフライですが、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番、相澤。第9、投げました。真ん中にストライク。まずは決めてきました。第2球、チェンジアップ、空振り。第3球を投げた。内角低め、ストレートは外れてボール。さあ、4球目、外れた、ボール。次は5球目、投げた。内角、見逃し三振。最後は見逃し三振に打ち取られました。2回の表が終わって、カープ無得点で終了です。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは外。
第2球ボール。第3球を投げた、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球はボール。投げた、ボール。さあ6球目、投げた、打ちました、投げました、打ちました。田中ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには宮崎。第9投げました、カーブはボール。まずはインロー。さあ次の投球、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンターへ、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはバントの名手伊藤。初球見送ってストライク、初球ストライクからボール。投球はこれから3球目、インハイ見送ってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、危ない球、投げました、引っ張った、レフト前ヒット、伊藤ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました、投げました、初球はストライク。第2球流し打ち、どうだ、ヒット、ボールは中継、柴田いいバッティングを見せました。カープ先制のピンチを迎えます。第2球投げた、シュートはボール。第3球を投げた、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げた、膝元、ボール。第5球投げた、打ったい当たりだ、ボールはライナーで左中、掴んでこれで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。二塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。2回の裏が終わりまして0対0カープピンチを。3回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは田中。第2球投げた、アウトロー、ボール。投げました、まっすぐ空振り、伸びのあるストレート、投げました、打った、右中間へ持っていきましたがヒット、田中ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチセーフ、一塁ランナー出た、投球ボール、キャッチャー二塁送球、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。リプレイをご覧ください。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、打ちました、ライトへ上がった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー九里。第9投げました、ボール。第2球投げた、危ない球。第3球空振り、147キロストレート。第4球を投げた、外角高め見送ってストライク、追い込んで投げた、打ちました、取ってこれで3アウトチェンジ。3回の表が終わって0対0両チーム無得点です。ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー東。1球目ストライクから変化球ストライク、インローへ、これで追い込みました。第3球を投げた、インロー、外れてボール。第4球を投げた、変化球、空振り三振。バッターはバントの名手石川。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。次が4球目、投げました、決まってストライク。
第5球投げました。打った、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番桑原。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。取りました、これで3アウト。横浜スタジアムからお送りしております、横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ、序盤終了しました。ゲームは中盤戦に入ります。左バッターボックスはトップバッターの野間、最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。第2球投げました、流し打ち、ファールボール。第3球を投げた、打ちました、レフト前のヒットになります。野間いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。右バッターボックスは2番新井、第1打席はライトフライに倒れています。第9、一塁ランナー走った、ボールを二塁へ送った、これは楽々セーフ、盗塁成功です。野間今シーズン3個目の盗塁を決めています。投げた、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、ピッチャーから一塁送球、アウト、ランナー三塁に進みました。ベイスターズなおもピンチが続きます。第2球投げた、スライダー見送ってストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、インロー際どい球、ボール。第4球を投げた、打った、ライトへの犠牲フライになるか、抑えた、三塁ランナーはタッチアップ、ホームイン。これでゲームが動き始めました。1対0。バッター三拍子揃った名手丸、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9投げた、初球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、打ちました、抜けた、丸ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。バッターは5番西川、第1打席はセンターフライに倒れています。タッチはアウト、盗塁を阻止しました。さあリプレイです。4回の表が終わって1対0、カープここで先制点を挙げています。ベイスターズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。バッター頼れる助っ人ロペス、第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げました、スライダーボール。第3球を投げました、3球目ストライク、次が4球目投げました、ストライク。カープここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。さあ投球は5球目、インコース低めボール。第6球を投げました、打ちました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ソト、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げた、打った、切れていきます、ファール、投げた、見送ってボール。次が4球目投げた、ボール。第5球投げた、内角低め、スライダーは外れてボール。第6球は変化球、外れてフォアボール。バッターは5番宮崎、これが2度目のバッターボックス。第9投げた、初球シュートは空振り、タイミング合いません。1球目空振りから、インコース引っ張った、サードライナー、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、打った、流し打ち、菊池取った、記録はヒット、カープ同点のピンチを迎えます。さあ同点のピンチで迎えるバッターは柴、投げました、ストライク、146キロストレート。第2球投げました、またも空振り、これで追い込みました。同期は3球目投げました、1球外してボール。第4球を投げました、打った、フラフラッと上がった、ショート落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。
では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。得点圏にランナーを送りましたが同点には至りませんでした。4回までが終了しまして1対0カープ1点リードは5回の表これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは西川、第1打席はセンターフライに倒れています。第2球打ちました。センター前に出る、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番相澤、今日2度目のバッターボックス。初球空振り、第2球投げた、打った、打ち返した打球はセンターへのフライ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左対左の勝負になります。第9球初球見送ってストライク、投球これから2球目、打ちました。サードの右、宮崎ボールを取る、サードから1塁送球、記録はヒットになりました。リプレイをご覧ください。バッターは8番菊池、第1打席はライトフライに倒れています。第9ストライク、第2球ランナー走った、投球ストライク、キャッチャー二塁へ、盗塁成功。田中今シーズン12個目の盗塁を決めています。追い込んでから投げた、流し打ち、どうだ、掴んでこれで3アウトになります。2アウト2塁のチャンスでしたが得点には結びつきません。5回の表が終わって1対0カープこの回無得点。5回の裏これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは上里、第2球投げた、低めボール、第3球を投げた、危ない球、第4球を投げた、空振り、第5球投げました、打ちました、当たり損ない、菊池掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。バッターはピッチャー東、第9決まってストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから第2球流し打ち、内野ゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはバントの名手石川、今日はファーストゴロとレフトフライ、ストレートはボール。第2球投げました、決まってストライク、第3球を投げました、高めの球、空振り。さあ4球目ボール、第5球投げました、ボール。次が6球目投げました、スライダー、空振り三振、最後は空振り三振で打ち取りました。前半が終わりまして1対0カープ1点リードは変わりません。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはピッチャー九里、初球はストライク、第2球スライダーボール、第3球を投げた、3球目ストライク、追い込んで投げた、外れたボール、第5球投げた、打った、第6球を投げた、見逃し三振、打順をトップに帰って野間、第9投げた、打ちました、痛烈、いった、入った入った、ホームラン、第7号ソロホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった、初球を持っていかれました。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。ピンチヒッターは阿部に代わりまして、阿部背番号、第9投げました、初球決まってストライク、第2球投げました、低めボール球打った、あっと取れない、阿部いいバッティングを見せました。バッターは3番鈴木、今日はセンターフライとライトへの犠牲フライ、第2球投げました、アウトコース高め、外れてボール、
第3球を阿部スタンバイ、ストライクになった。二塁送、盗塁成功。阿部今シーズン5個目の盗塁を決めています。ベイスターズ、ここは引っ張りに警戒します。打った、痛烈な当たり、レフト前クリーンヒット、レフトバックホーム、鈴木ナイスバッティングです。ベイスターズなおもピンチが続きます。第9球投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク。ファーストランナーをちらっと見て、第2球投げました、決まった、ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、1つ外した、ボール。次は4球目投げた、ボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、打った、引っ張った、ライト前クリーンヒット、カープさらに1点追加。鈴木三塁でストップ、丸タイムリー。ベイスターズなおもピンチが続きます。さあリプレイです。バッターは5番西川、第9球打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。バッターは6番相澤、今日は三振とセンターフライ。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。1球目ストレート空振り、少し迷ったか。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた、打ちました、ライナー、カープさらに1点追加、4対0。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ここまで2安打の田中。まずは2塁牽制、2塁タッチセーフ。ファウルチップ、かすっただけになりました。第2球打ちました、レフトへの当たり、ピットになります。レフトバックホーム、田中いいバッティングを見せました。ベイスターズなおもピンチが続きます。第9球初球見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、打ちました、いい当たり、センター落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。6回の表が終わって4対0、カープ3点を追加しています。ベイスターズこの回は上位打線から始まります。トップバッターは桑原、今日は三振とファールフライ。第2球打ちました、これは内野ゴロ、阿部ボールを掴んだ、阿部一塁キャンバス踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター頼れる助っ人ロペス、通算155本塁打まであと6本としています。今日はレフトフライとセカンドフライ。第2球投げました、ボール。投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、空振り。第5球投げました、見送ってボール。次は6球目投げた、打った、ファールボール。投球これから7球目、カーブ空振り三振。バッターは4番ソト、今日はショートゴロとファールボール、見送ってストライク。第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。第3球は変化球、空振り三振、クリ見事なピッチングです。横浜スタジアムからお送りしております。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ、中盤まで終了しました。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターはピッチャークリ。第2球投げた、このボールも空振り。第3球を投げた、三振、クリ全くタイミングが合いません。バッターはトップに帰って野間、決まってストライク、伸びのあるストレート。第2球投げた、危ない球。第3球を投げました、打った、右中間へのフライ、ヒット、ボールが点々と転がっている、ボールは中継、野間ツーベース。カ
チャンスをものにできるか。まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、スライダーボール。第2球投げました、インコース高めいっぱい、ストライク。投球はこれから3球目、ストライク。追い込んでから第4球を打った、流し打ち、ファール。投球これから5球目、打ちました、右中間へのフライですがこれはヒットになります。打球が転がっている、カープ1点入りました、5対0。まず降板、マウンド上は覚醒した男三島、これが23試合目の登板。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。ボール。第2球ストライク、一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ、投げました、これは引っ掛けた、宮崎下がっていった、ヒット、あっとこいつ、鈴木ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。今日2本のヒットを放っている丸、さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。第1球投げました、ボール。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、カーブ見送ってストライク。第4球を投げた、インコース高め空振り。さあ投球は5球目、打った、これは犠牲フライになるか、掴んだ、タッチアップからホームへ向かう、三塁ランナーホームイン、カープさらに1点追加、6対0。バッターは5番西川、まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ、投げた、初球はストライク。第2球いいハイ、空振り、これで追い込みました。二塁へ牽制を送ります、二塁タッチセーフ、投げた、ストレートはボール、外へ。第4球を投げた、ボール。次は5球目、投げた、打ちました、ヒット、二塁ランナーホームイン、カープさらに1点追加、7対0。第1球見送ってストライク、いきなり154キロ、1球目ストライクから2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、1つ外してボール。次は4球目投げました、スライダーボール、アウトコース低め。投球これから5球目、外れた、ボール。第6球をランナースタート、スライダー外れた、フォアボール。ランナー2人を置いて迎えるバッターは田中、今日は3安打猛打賞、打ちました。伊藤、余裕があります、取りました、これで3アウト。満員の横浜スタジアム、その上空には闘志を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃、この回の先頭バッターは宮崎、今日はセンターライナーとサードライナー。初球ストライクから空振り、タイミング合いません。5球は3球目、投げました、1球外した、ボール。第4球を投げました、ボール、低め。次は5球目投げました、打った、野間落下点に入った、野間取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはバントの名手伊藤、投げた、初球を打ちました、菊池バックしていった、セカンド取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番柴、今日3打席目、投げた、シュートはストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、危ない球、投げた、打った、田中取った、アウト、3アウトチェンジ、九里三者凡退に抑えています。7回までが終了しまして7対0、ベイスターズラッキーセブンの攻撃は0で終わり、8回の表これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは菊池、第1球投げた、
初球打ってきた。センターへの打球、センター下がった。ヒットになります。バッターランナー一塁、原発蹴って二塁へ。菊池ツーベースヒットか。さあチャンスをものにできるか。ベイスターズ、ここはバントに警戒します。投球これから2球目、直球見送ってストライク。投球は3球目、投げました、ストライク。追い込んでいます。追い込んで投げました、初球見逃し三振。今日3安打猛打賞の野間、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。第2球投げました、ボール。投げました、3球目ストライク。第4球はインコース低め、空振り。150キロのまっすぐ。次が5球目、打ちました。ライトへの打球、ライト取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。今阿部に変わりまして、第1球投げました、低め外角ストライク。いきなり153キロ。第2球投げた、アウトロー際どい球、ボール。投球はこれから3球目、カーブはボール。投球これから4球目、打ちました。左中間へのフライですが、レフト前進、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。三島やりました。ベイスターズこのまま勢いをつけたいところ。代打は筒香。第1球投げた、ボール。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、打った。西川ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは代打梶谷。ベイスターズ代打構成に出ます。投げた、初球打った、ショート右、アウト。これで2アウト、ランナーありません。ピンチヒッターは新島。ベイスターズ続けざまに代打を起用してきます。第9見送ってボール。第2球投げました、内角低めいっぱい、ストライク。投球は3球目、投げました、危ない球。投げました、打ったいい当たりだ、センターへのフライだ。掴んでこれで3アウトになります。九里好投を続けています。8回までが終了しまして7対0、カープ7点リードは変わりません。三島降板、マウンド上は須田、これが8試合目の登板。期待しましょう、注目の投球です。第9球ストライク、タイミング合いません。第2球投げました、外角高め、外れてボール。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、完全に外れた、ボール。第5球投げた、外れてフォアボール。いきなりフォアボールを与えてしまいました。第1球ボール。投げた、ボール。第3球を投げた、直球ストライク。少し迷ったか。投球これから4球目、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、センター見送った、ホームラン。第20号ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。バッターは5番西川、これが5度目のバッターボックス。第1球初球外れてボール。投球これから2球目、インコース低めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、カーブはボール。第4球を投げた、打ちました、ショート正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。
バッターは6番相澤。今日はここまで3打数1安打1三振、決まってストライク。まずは入れてきました。さあ次の投球、投げました。2球目空振り。追い込んでから第3球を投げました。1球外してボール。第4球を投げました。カーブ、空振り三振。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。投げました。初球からピッチャー返し。須田、今拾った一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって9対0カープリードを9点としています。ベイスターズ、この回は2番からの好打順。トップバッターは桑原。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げました。打った、1・2塁間の打球、1塁送球アウト。クリ、完封勝利まであと2人。バッターは頼れる助っ人ロペス。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。投げた、ストライク。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目。空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は打ちました。ライト右へのフライですが鈴木掴みました。クリ、完封勝利まであと1人。右バッターボックスは4番外カープ。ここは何としても抑えたい場面。打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、ホームランだ、ホームラン。第17号ソロホームラン、白球は無情にもスタンドへ。ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。クリ、これで完封はなくなりました。バッターは5番宮崎。今日はここまで3打数ノーヒット。第9投げた、低め、カーバー外れてボール。さあ次の投球、2球目ストライク。投げた、空振り。さあ次が最後の投球になるか。さあ4球目ボール。第5球投げた、打ちました。菊池、ボールを取る、一塁送球アウト。試合終了です。クリ、見事な完投勝利です。ベイスターズ大差で敗れました。さて今日のヒーローは見事完投勝利を収めたクリ。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は9対1ベイスターズ敗れました。勝利投手は栗、対戦投手は東。ベイスターズ、なんとも後味の悪いゲームでした。気持ちを切り替えて次のゲームに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。